2018年の「三の糸」2019年の「泡の音」に続き日本で最も魅力的なおじさん劇団との呼び声高い「ゴッツ・プロ」が3月1日まで3度目の台湾公演を行っています今回は北海道の郷土色豊かな最新作「狭間のわだを上演します「はざまのわだは演出家の山野海氏の発想から来ています 山の海氏は有名な民謡歌手伊藤滝雄から彼の父は北海道の羽越仙道だったことを聞きました。羽越仙道は漁船の上で漁師の仕事が順調に行くように歌い人々を激励します。そこから明治27年の北海道江差市町のある漁師たちの命の物語を表現することとしました。劇団主催の塚原大輔氏は 大海原で戦う男たちの姿を伝えたいとし、ただ生演奏に合わせなければならないため出演者たちにとって大きな挑戦であると語りました。今回まあ大きく言えばやっぱ今回2時間の生演奏のそのシャミ戦と釈八の生演奏の中での演技ということでその今までにはないチャレンジだったんですね。それがで芝居の 気持ちに合わせる音楽もあれば、音楽から気持ちを乗っけてもらうものもあり、その音楽とお芝居との融合というか、そのコラボレーションというところは今回は新しいチャレンジだと。劇団唯一の女性として演出の山野海氏は題材を書くとき、実は女性から見た男性の格好よさを書いたと笑いながら話しました。あのまあ彼らが男であって私が女である意味っていうのがあると思うので、前、まあ、インタビューでも言うんだけど、その男が、えー、かっこいいと思う男の格好よさと。 男のかっこ女が見る男ののっこよさっていうのはまた逆でせっかく私が女なんでサッカーと演出家やってるんで女が見る男のかっこよさっていうのをすごく意識している「狭間のわだち」は3月1日まで火山文化クリエイティブパークのウバイ劇場にて行われています火山文化クリエイティブパークの大英文責任者は貿易対策をしっかりしてどうぞ日本の油の乗った男性たちの素晴らしい舞台を一緒に楽しみに来てくださいと語りました <music>